こんばんは。本日はキャプテンさんに一緒に参加していただいて、フォーチュンオラクル法で行いたいと思います。本日のご質問は何でしょうか？今おうちサロンの、札幌支部がちょっと作りたいと思ってお願いしてるんですが、その展望を見ていただきたいんですが。はい、わかりました。じゃあご一緒に混ぜるお手伝い、はい、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、二つ分けでお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね。まずは過去からの出方としては、やはりなんか迷ってるカードが出ちゃってますよね。まずね、鳳凰もあるし、ただ月のカードは逆なので、うん、とてもまあそういうおうちサロンっていうのは向いているっていう場所でもあるのかなっていうのは感じます。けれども、そうね、まだまだそれでいいのかなっていう気持ちの方が強くて。だからこそ、なんか発展できない、その要素っていうのは、過去の流れではありますし、今現在においても恋人の逆ですから、そうね、そのことを言っていいのか悪いのかを、こう、なんか、話をしている人自身も、なんか迷ってる、悩んでる、その話をどんどん進めていってしまっていいのかしら、みたいな感覚が、とても感じられますね。けれども、そうね、そこまで悩んだら、じゃあ言うしかないかじゃないけれども、誰かやはり逆に助け手が与えられる可能性があります。やはりおうちサロン、企業の人々って、どっちかっつったら、男性よりも女性が多いわけですから、だから女性の助け手によって、なんか成り立っていけるチャンスみたいなものも、すごい感じるし、死神のカードは何度も言いますが、希望のカードですから、そこまで悩むことないよと、誰かが押してくれる可能性があります。で、対策が世界と太陽のカードですから、やはり押されたことによって、どんどん発展性を感じる内容が、やっぱりそこにありますね。まあ、最後のカードが結果が、やはり吊るされた男の逆ですからね。苦労はやはり実る。最終的には苦労は苦労で終わるわけではないっていう感じで、やまないカードが出てますので、そうですね、まあ今年中にっていうことよりも、まあこれは大体1ヶ月ぐらいの内容なので、まあ10月の後半ぐらいからその気持ちが高まってって、まあ今年いっぱいにはそういう流れを持ちたいなっていうふうに思ってますので。これは助ける人は、こちらで探す必要があるってことですか？それとも自然と出てくるってことですか？自然、やはりこちらから出てくるっていうことよりも、その現地の人が、やはり何人かでまとまって、こう、やろうよの輪が広がっていくっていうのかな。それをとても感じますね。だから、第一声をなかなか、こう、発することができないでいるっていう感じ。なので、これはいいものなのか、っていうことに対して、いいものだっていうね、気持ちに、こう変わっていける時なのではないのでしょうかね。おうちサロンっていうのはこうやって皆さんこうね、発展性を持ってるんだなっていう、ママさん方の、話とかも、もっともっと要するに知って、そうなんだっていうふうに思えるっていうのかな、上に立とうとしてる人が。やはり上に立とうとする人が、やっぱり主になって動くしか方策はありませんので、一緒に助け手が出てくる、そういうことですね。はい、分かりました。はい、何か質問はございますか？いや、特にないです。ないですね。はい、はい、ありがとうございました。